こんばんは。こんばんは、ひろゆき Z です。今日はですね、出雲大社日帰りの旅というのに出ました。しかし、今日ですね、のぞみ152号になんと乗り遅れちゃってましてですね、もう予定がね、思いっきり狂いました。今日のね、活動報告をちょっとやりたいと思います。今日小倉駅からスタートしまして、また小倉駅に戻ってきました。今日ですね、どういう行動をたどったかというのをですね、どこかで説明した。メーテルの元で、メーテルやったっけこれ、僕あまりアニメわかんないんですけど、ここはちょっと暗いな。ちょっと明るいところでですね、ちょっとお伝えできればと思っております。あ、じゃあその辺にしましょうか。ちょっとこう駅メモのね、またお茶買っちゃった。2本買ったらね、なんか1本なんかジョージアのなんか当たるみたいで、当たるんじゃない、もらえるみたい。ちょっとここに、すいません、置きまして、今日の活動をですね、お伝えしたいと思います。あらら、よいしょ、こんな感じでいいかな。はい、まず私がですね、まず朝山陽新幹線のね、もうちょっと明るくした方がいいかな、のぞみ152号に乗ろうと思ったんですけど、乗り遅れちゃいまして、これ新幹線の中からチェックインしたんですよね。まずこれのぞみ、あら固まった、画面が、あ、固まった、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね、ちょっと複雑なんで、この GPS 機能があるからね、すごいいいんですよ。まずですね、まず、のぞみ号に乗りまして、のぞみ156号に乗りました。のぞみ152号に乗り遅れちゃったので、まずこの、この経路かな、あ、この経路だ、見えますかね、この経路です。山陽新幹線でずっと行ったので、こうチェックインの跡はないんです。ところどころあるんですけど、これはトンネル区間だったので、なかなかこうチェックインができずですね、こういう風に行きまして、もうちょっとこうした方がいいかな、新幹線からチェックインするとかそんなにできないんですよね。もうちょっとちっちゃくした方がいいね。で、山口県で、広島あたりがね、あの市電とかがあるので結構チェックインしましたね。それで、私は岡山駅、岡山まで乗車しました。のぞみ156号ですね。で、そこから特急やくも11号に乗るはずだったんですけど、もう9号に乗れる時間だったので9号に乗車変更しまして、倉敷から伯備線ですね、こちらずっと行きまして、ですね、この前行きました米子ですね、米子経由の、出雲市で、ここから市畑電車というのを乗りましたので、で、これ川戸っていうところで乗り換え、川戸で乗り換えで、出雲大社で、出雲大社からはバスに乗りましたので、こういうルートです。ここでもね、ちょっといろいろチェックインできるとこあったので、チェックインしたとこが、チェックインしたとこがこういうポイントになるんですよね。で、これでずっと行きまして、そうそう、ここが出雲市駅ですね。で、電鉄出雲市駅もあります。これが市畑電車で、ここの区間はちょっとチェックインがないんですけど、チェックはしてます。駅と駅を結ぶんで、ちょっと直角になるんですよね。で、この辺からチェックインがちょっと派手になっていきます。
で山陰本線でですね、ちなみにねスーパー大き号、山口線経由のスーパー大き号乗るの僕諦めたんですよね。なので山陰線ゴーツとか浜田、そしてこの増田で本当はこの山口線、この下の線を行くはずだったんですけど、その切符買ってたんですけど、急遽山陰線を鈍行の旅でですね、こういう風にずっと行きました。そして、萩も過ぎまして、長門市、ここですね、長門市、ここですね、長門市、ここから、峰線経由で、朝駅まで来ました。朝駅はね、この朝山陽新幹線通ったところがあるんでクロスしてますけどね。で、今度在来線山陽本線で、下関まで来ましてっていう感じですね。こういう感じで、ゴールという感じです。ここらで最後ゴールという感じです。ここはねちょっといろいろね、小倉の中を回ったのでこうなってるんですけど、まあ、それで小倉駅に着いたということです。で私はですね、毎度のごとく小倉駅に車を止めておりますので、今から、帰らないといけません、自宅に。で車は今日どこに止めたか、もう朝ね、朝8時ぐらいに小倉駅着いたのかな、忘れちゃったよ、どこに止めたか。もうどこに止めたんですかね。で今、この時間だから光レールスター来たのかな、真っ暗だよね。そしてですね、さっきね図解付きで説明するとしにくいんで、まずのぞみ152号に今日乗るはずだったんです。でのぞみ152号で新山口まで来まして、新山口からスーパー大き2号で出雲市入りするはずだったんですよ、本当はですね。で、出雲大社に参りまして、八雲号で岡山まで出雲から行きまして、岡山からのぞみ号で、徳山あたりまで行って、徳山から在来線で山陽本線で この小倉まで帰ろうかなと。そしたらあのかぶりなしで帰れるんでしょうね。在来線と新幹線の駅がかぶらなければ全く問題ないので、問題あるのかな、ないような気がするけど、まあスタートした駅と終わった駅が一緒だったらダメなんですけど、あとかぶってもダメなんですけど、かぶる手前で切符を一回切ってしまえば、かぶりなしになるので、まあ、どうかこうかしていこうかと思ったんですけど、なんと、もう新幹線に100、のぞみ152号に間に合わなかったので、もうその後諦めて、のぞみ156号でもう最初に岡山に行きまして、岡山から1時間ちょっと余裕を持ってですね、岡山から八雲号で出雲市入りするはずだったんですけど、岡山から、11号に乗る時間までももったいなかったんですね。1時間ちょっとあったので、なので9号に乗り換えることにしまして、9号で特急八雲9号で伯備線経由で、出雲市入りしました。そして出雲市に14時台についてですね、もう15時台のねスーパー大き号に乗らないと、この小倉には山口線経由ではちょっと帰るのが不可能になってくるのでと思ったんですけど、せっかく来たので出雲大社に行こうと。で出雲大社に、1時間ほどかけて行きまして、30分ぐらいだからかけて行きまして、戻ってきまして、ギリギリもうバスだったんですけども、もう接続時間がほぼない、スーパー松風号に乗って、増田まで、でもう増田から山口の区間の特急券はもう権利放棄ということで、
それでも増田から山陰本線で長門、長門市で、長門市から、三根線で朝駅、朝駅から山陰本線で下関、で下関のあの駅員さん、親切な駅員さんが言った下関ですけど、そこから、また山陰本線で、小倉、こちらまで戻ってきました。在来線に戻ってきました。ということでですね、これ当たり前に買えばね、金額がすごい高いツアーなんですが、ひろゆき Z ツアーなんですが、まあ、株主優待と、ちょっと工夫はしてないね、いらないお金は多分出たと思う。で、ちゃんと増田からですね、小倉まで、下関までですか、そこはちゃんとお金を払いました。まあ、当たり前なんですけどね、不正乗車とかも嫌いなんでですね、ちゃんと申告してヤフーで検索して3080円という金額を叩き出して、これでどうでしょうかと渡したんですけど、1500円ぐらいで結局いいというようなことでですね、JR 側が計算してくれまして、 JR 西日本さんの親切な対応で本当感謝申し上げたいと思います。で、時刻はですね、もう間もなくあと15分で午前様を参りますので、私も、家に戻って休みたいと思います。九州も寒いな。というより俺今日晩ご飯食べてない、今日ね、何やったっけ、 なんとかラーメン、スサノオラーメンを出雲市駅で食べたぐらいだ。それとそば、でもあれ腹持ちよくてね、まだお腹が、いやでも空いてきたな、なんか食べよう。まあ、こんな感じでですね、今日もちょっとツアーが終わりました。また、どこかの駅でお会いできたらなと思っております。ひろゆき Z とでした。ここも駐車場ですね、今日レクサスが止まったな。はい、ひろゆき Z でした。